尊敬する人、棋士の方ね、全般。はい。まあ、中でもね、将棋放浪記っていう YouTube やってる藤森哲也さんっていう方、すごい尊敬してますね。はい。いつもね、その将棋をこういろんな方にこう広めていきたいっていうね、思いでね、やってるんですけど、その中で、藤森哲也さんが、自分はプロ棋士の中では弱い方なんですってはっきり言ったんですね。はい、その弱い方なんだけど、その弱い僕ですらこれだけ読めている、これだけのことが見えている。じゃあそのプロ棋士の強い人たちってどれだけすごいんだって思ってもらえて、こう、あ、やっぱりプロ棋士の方かっこいいなって周りに思ってもらえるだけで、もうこのチャンネルをやってて僕は良かったと思えるんで、みたいなことを言ってて、素晴らしいですね。本当にね、全麻雀プロに見せてあげたかったですね。もうみんな逆なんですもん、なんや、みんな強いと思って、まあ僕がちょっと言うのもあれですけどってことは、堀さんもやっぱり、まあ、麻雀プロとしてね、はい、麻雀プロとして生きてるわけですから、まあ、こういった YouTube だったりとかの活動で、はい、麻雀だったりとか、このね、素晴らしさを YouTube で広めていきたいって志は同じということですね。何なんで止まったの？そういう考えもあるんだなと、僕の中では。はい、いや、でも本当にすごいことだなと思って、はい、そうですね、うん、はい、そうなんですよ、将棋界に俺が強いっていう人いないんですよ。まあ、そのなんで僕言わないかって、いや、それが結果になってしまいますからね、うん、麻雀と、なんか麻雀ってやっぱり運の要素もやっぱり結構あって、確定情報ゲームだと、やっぱりその結果は全て物語るので、うん、うん、だから自分で多分言わなくても結果で示していくなんだろうなっていう気は確かに。まあ、しかもやっぱりそのプロ棋士になるってものすごい大変なことなんで、いや、まあ、ハードルがめちゃくちゃ高いですもんね。なんで要はそこを、そういう考えに至るまでに多分ものすごいね、悔しい思いとか、まあ、いろんなことがあって今そういう風に思えてるはずなんですよね。そういうのがすごいわかるんで、いや本当ね、この思考に至るまでにどれだけ悔しい思いしてきたんだろうなっていうのがあって、もう感動的でしたね、それを聞いた時には。あ、こういう考えで将棋を広めていきたいみたいなのもすごい立派だよなと思って、うん、堀さんもでもね、なんか協会に入る時に将棋を広めていきたいって言って入ったんですよね。将棋やりますけど、麻雀を広めていきたいって。まあ、あのそれらしいことを言って、あの面接用のお決まりのお決まりの言葉を言ってはい、はいはい、なるほど、ましたね、その思いは本心ではない、全く違います、ね、なんでだよ復讐のためだけにプロになったはい、もう大丈夫です、この話は。